豊岳老将のポスターの写真、豊岳老将8月4日から1930年6月7日は、女ギ太夫子。明治から大正にかけて、女義太夫の頂点にいた。本名は、長田中。名古屋城の西北の上心で、玉吉という子の間に生まれた。美周藩の藩主だった玉吉は、維新後塩物どん屋を経営し、中子が11歳の時に没した。 中子は、小学生時代から時和を習い、13歳頃、義太夫の竹本子氏太夫に、弟子入りして、16歳の時、中寺の名で、名古屋の寄せに出た。美貌で美声の弾き語りだった。この頃結婚し、のっちり別した。1892年、大阪の初代、豊竹露太夫の門へ移って、利を登ると改名した。稽古の傍ら熱心に、 文楽座にも通って、当時の二代目、竹本越時代部、後の二代目、竹本摂津大城を聞いた。その心がけを、女木太夫の子や、波重の主に認められて、五年間そこを定石にし、1896年に、番庭、1905年に、松の庭へ移った。すでに、大阪の女木太夫組合の幹部だった。東京へも1898年、 1905年に出演した後、1907年からは遊楽座の毎年2回の名人会に出演し、満員の客を集めた。竹本摂津大城の翌日の出演でも、客足は落ちなかった。悲喜も、どうする連の所生でなく、秋元号長、柳原義満松方正義、井上香る小笠原町三木、奥義吉、河山助則 牧野信明有馬キ、ア添田俊一大倉・喜八郎古川・虎之助、山本達夫、鳩山春子などの名詞が多かった。そして、客たちの素人芝居に頼まれれば気軽に出演する、人柄だったという。1925年引退した。方学座の引退工業には、舞台にまで客が詰まった。51歳でも、化粧した顔は、娘のように見えたという。 大阪のオーバステラに引退記念碑が立った。西宮に陰性して1930年に没した。分骨した墓が、オーバステラと名古屋北区高音寺町の高音寺とに、ある。女義太夫は、寄せの花形であり、リオノボルは、美人義太夫の第一人者として人気があった。 明治40年頃、これに注目した活動写真制作会社、吉沢商店は、リオのボるの語りをレコード版に吹き込んで、無声だった当時の活動写真に合わせて興行した。活動弁士が主流だった時代であり、これは、後の発声映画につながる試みの一つだった。対象年間の SP レコードから以下の音源が CD 化されている。 89,111,131,142,413,145,146,157,161,166,172,200,206,248、九十20 8, 8 9 3十8 1 9 20 75,、7百七7 4アー活動王者シングラフ日本映画主戦前編。ありがとうございます。